てからやブレイクアウェイのテクニックで柔軟性がすごい大事なやつがあるよね、対応がそれまでちょっとやろうか、はいこう、はい、とりあえずいいよ、はい、どんどんやってはい、じゃあ結構まあ、僕はトリムルっていうチームで指導しててよく小学生の、小学生のかなのこうリーグ戦見に行ったりとかするんだけど結構あのキーパー前出ろよとか言われたことある、うん、ね、あるよね、なんで出なかったんだよ。でもさ、こっちからしたらさじゃあいつ出ればいいの、どこまで出ればいいのってならない。1対1になったらどうしてる。もうラダーステップ、ラダーステップってどんなステップだったの。足をこうやって普通はさキーパーって基本的に両足でこう準備するじゃん。それを一対一になった時にこうバーッとするとどうなるの、どんな、うん、やってやって、どんな時にこっちに出て、そうやって、なんでそんな形になる。で、じゃあ前に出ることでどうなるの、なんで前に出なきゃいけない、前に出る、はい、前に出るって感じ。こんなキャラがいっぱいある、いっぱいあるね、うまい範囲がいっぱいあるね。じゃあこれを、これも変えた、これを、まあ、これで消せよ、はい、うまいカーレがかかる、うまいカーレがゴール、これはで、ただ前に出るってことは、ね、遠近法わかる。前に出れば出るほどどうなる人。どういう時に、どういうタイミングで出ればいい。タイミングね、いつっていうかタイミング。で、なんでそう思うのかもみんなにちゃんと伝えてみて。他の人は納得してる？他の人はそれが、なんでって思ったら質問して言ったように。ボールを離れて足から4回、4回だね、相手は4回触るから4回離れるってことは何回アプローチできる、 4回だね、4回アプローチできる、4回相手が離れてる。じゃあちなみに4回ってことはどういうこと。さっきさ俺が言ったのはさ止まらないでまっすぐ行くのはあれ何回、あれ1回だね。4回ってことはそうそうそう、前に出て止まって前に出て止まって前に出て止まって前に出るね、いうプレイになる。どうして一回相手が去って、一回相手が去ってシュートが、うん、うん、あそうそう、一回最初持ってるじゃん、やはり触った。で、このこれ、この赤でこのタイミング、入れ替わりのこの触るタイミングねっていうのは相手が何できる、シュート、うん、相手がシュートできるからどうした方がいい、そうだよね、構える、そう、キーパーの形も台形になるよね、こうやってわかる、こう台形ね、わかる、 OK、 OK、 はい、ありがとう、対応ここに向かってきてるよね、外から、だから何しないといけない、そう、アプローチをちょっとする。でも相手がされるタイミングで何してる、構えてるし、さっき太陽が言ってたさ何かしてる、そう、ラダーステップに、ほら足をさ、こう両足揃えてないじゃん、